さて、荷物はこんなものかな。でもひどいよな、父さんも。おい、パパ、お前修行はどうした？僕センスないからやる気にならない。妹たちに負けたままでいいのか？勝つ必要ないしね。たるんでる。一週間以内に部屋を用意してやるからそこで生活してみろ。待ってよ、誰がご飯作るのさ。自炊だよ。お前は学校にも行ってないんだから幻想郷に行って何か身につけてこい。そもそも幻想郷って何県だよ、父さん。幻想郷はこことは違う別の世界だ。やだな、父さん。その年になって中二病全開なんだから。眼帯もそろそろ痛々しいよ。眼帯は傷隠しじゃボケ。とりあえず俺が若い時に使ってた家が幻想郷に残っているはずだ。そこで生活してみろ。ええー、めんどくさいな。それじゃあ今から幻想郷に行ってくる。ちゃんと荷物をまとめるんだぞ。はいはい、わかったよ。はぁ、めんどくさいな。あ、おはよう、王家。おはよう、幻想郷に行く準備はできたの？あぁ、ここ一週間本当大変だったよ。たまに遊びに行くからね。高校受験落ちたしね、時間はいっぱいありそうだね。う、言わないでよ。せっかはまた修行。うん、お母さんと手合わせしてるよ。でも寂しくなるね。ロカちゃんは東京の新生女学院に行っちゃったし、ここでパパもいなくなったらまた静かになるよ。そうだよ、でも僕も16歳で学校に行ってなかったから仕方ないよ。大家も高校落ちて暇なんだったら僕と一緒に幻想郷に来たらいいんだよ。検討します。意識ないな。でも魅力はあるよ。そうか、それじゃあせっかたちにも声かけておこうか。月下お姉ちゃんはいいの？月下姉は秒速で来れるからする必要ないかな。ロカちゃんも同じ理由で月下お姉ちゃんにだけ挨拶しなかったよね。意味ないもんな。それじゃあ行ってくる。もうあれから2年か。あの時は本当に何が起きたのかわからなかったな。お父さん、月下お姉ちゃん、どうしたの？その傷、敵衆にあった。でもパトが何とかしてくれたのよ。パト、でも全然雰囲気が違うよ。それはね、パトは戦いで重傷を負って記憶をなくし力をなくしてしまったからなの。あのパトがそこまでの重傷を負うほどなんて。だが、パトがいなければ月下は死んでいた。俺も生きていたかと言われるとわからん。そういえばメリアちゃんは消えたわ。どこに行ったのかもわからない。嘘でしょ。でも私たちは最後にメリアちゃんからお願いされたわ。私がいない間、パトを守ってほしいって。そこで提案なんだけど、パトを指揮家に迎え入れようと思うの。メリアちゃんの計らいで記憶は月下の記憶を媒体にあなたたちのお兄さんとしての記憶を植え付けられてるわ。だから今後、パトを兄弟として迎えてあげてね。勝手に話を進めないでよ。メリアちゃんがいなくなった、パトが記憶喪失、私たちのお兄さんになる。大事なことをそんな簡単に話さないでよ。私はずっと混乱してる、全くついていけてない。記憶喪失って何よ？それじゃあ私たちとの本当の記憶は消えちゃったっていうの？その代わりに偽りの記憶を入れたから仲良くしてねって。ふざけないでよ。じゃあ今私が持っているこの記憶はどうしたらいいの？この気持ちは、そんな簡単に受け入れれるわけないでしょ。せっか、あの子が一番パトと一緒にいたし、特別な感情もあった。今、現状を一番受け入れにくいのはせっかだとは思ってたよ。ねえ、メリアちゃんは消えちゃったってどういうこと？帰ってくるの？わからない、としか言えないわ。そっか。それじゃああとは私たちで何とかするからみんなは休んでて。ほら、行こう、オーカ、ロカ。オーカは残って。私、ロカ、行こうか。うん。オーカ、あなたにこれを預けます。桜の髪飾り。これはメリアちゃんが残した大事なもの。そんな大事なもの、私が受け取っていいの？ええ、オーカがこれを大事に持ってて。でも私、なくしちゃうかも。なら、なくさないようにずっと大事に持っていなさい。これはメリアちゃんに託されたもの、その石をあなたが守り抜きなさい。うん？託したわよ。うん？なんでだろう、あの時、メリアちゃんがこれを作った時、オオカに渡した方がいいって思っちゃった。でもこの子なら大丈夫、きっとメリアちゃんの思いをちゃんと守ってくれる。それじゃあおやすみ、オオカ。うん、おやすみ。よかったのか、オオカに預けて。うん、あの子ならきっと大丈夫。あなたも道中で言ってたこと、できそう。ああ、これほどの器なら大丈夫。詩人の王、王勇様を宿らせることは可能だろう。意外ね、あなたがそこまでするなんて。少しでも早く強くなってほしいからな。やっとできた息子だ、可能性があるなら全部試すさ。さすがお父さんね。ああ、丸一日かける、終わったら傷の手当てをしてくれ。はいはい、パトが寝てる間に全部済ませておきたいんですね。それじゃあ始めるぞ。こんなの、あんまりだよ。
私は本当に無力だ。ただ助けてもらって、後が大変な時に私は知らずに学校にいた。もう、守られてばかりは嫌だ。これはパトが私を守るお守り。守られてばかりじゃダメ。これからは私がパトを守る。そのために今以上に修行をして、力を身につけて、いつどこでもパトを守れるようになる。それまではこの髪飾りは身につけない。これが私の覚悟だよ。こうして私は、その日からパトを守る、という誓いを立て、前以上に修行に励んだ。成長の遅さにイライラしたり、弱気な自分を捨てながらただストイックに鍛錬を続けた。そして2年が経った今もそれは変わらない。今思うと、昔の自分に比べてだいぶ変わったと思う。でもそれでも、私は必ず守ると。はい、終わり、まだできるよ。いつも言ってるでしょう、無茶しても強くはなれないって。しっかり体を休ませなさい。くそ、やっぱりあれからどれほどストイックにやっても思うように戦闘力が上がらない。どこか間違えているからダメなんだわ。もっと自分について知らないと。せっかー、いるー。パト？相変わらずずっと修行してるね。強くなりたいからね。それで何しに来たの？ほら、今日僕、幻想郷に行くからみんなに声かけてるんだ。せっかはこの春休みが終わったら高校生だからね。お互い離れることになるけど、たまに手紙とかちょうだいね。幻想郷。あ、そうだったー。パト今日から幻想郷に向かうんだった。準備はちゃんとできたの？バッチリ、父さんや月下姉に手伝ってもらって地道に運んでたから、今日ほとんど荷物なんかないよ。そうなのね。待って、パトが離れたら私が頑張った意味がなくなるじゃない？どうしたの、せっか。不安ね、やっぱりお父さんに言って私もついていこうかしら。せっかは学校があるだろ、それを言うなら大川を来させるでしょ。確かに。でも、二人が来てくれたら生活も安心だし、心強いんだけどな。お父さんの考えだから仕方ないわよ。さて、それじゃあそろそろ行こうかな。まあ、待ってなさい、いつかそっちに行けるように説得するから。義務教育は終わってるんだからどうしようが私の自由よ。せっかがここまで言うなら、僕には何もできないね。じゃあ、先に幻想郷で待ってるね。それまでちゃんと生活するのよ。それじゃあ行ってきます。行ってきなさい。よし、お母さんとお父さんに説得だ。準備は全部できたのね。ああ、幻想郷ならパトに宿した王勇の力を覚醒できるかもしれないな。お父さん見事にこの2年間撃沈だったからね。性格だけは以前とそんなに変わらなかったわね。あのお父さん相手に中二病扱いは傑作だったわ。お前、光で情報入手するのやめろ。隠し事ができんだろ。やましいことがあるなら夜にしなさい。昼間から怪しいことしてるお父さんが悪い。それ、後から詳しく聞こうかしら。結果、たくさんあるよ。くそ、余計な方向に成長しよって。父さん、母さん、いるー。いるわよ、パト。あ、月下姉もいるじゃん。よかったー、私がここにいなかったら私だけスルーされてたわー。スルーしても来るじゃん。パト、準備はできたのか？うん、父さんも連日お疲れだねー。お前のためだ、ちょっとはたくましくなってこい。ちゃんとご飯作って、歯磨きして、仕事とか探して、それから、母さん、大丈夫大丈夫、それくらいなら多分できるから。でも仕事って何するの？あの幻想郷でしょ、農家。どんな方法でもいい、ちゃんと生き抜くことが大事なんだ。飯がないなら雑草を食えばいい。そうすればどんどん体勢ができて強くなれるんだよ。いつの時代の考えだよ。よねー、お父さんの考えってほんと化石よねー。絶対若者に嫌われてるでしょ。お前の質問は確信を得てる質問だから腹が立つな。あははははは。それじゃあ父さん、そろそろ行こうか。ああ、母さん、結果、行ってくる。頑張るのよ。たまに光で観察してあげるからね。それじゃあ行ってきます。パト、ちょっと荷物取ってくるから門で待っててくれ。うん。それじゃあ私は昼ご飯食べてくるねー。今日は昼からカレーライス。みんなあの時のことを忘れたみたいに元気になったわね、メリアちゃん。ふふ、それほどみんなの傷が癒えたってことですよ。ちょっと強引な気もするけどね。でももうほとんどご主人の体は正常に戻っていますから、これからぼちぼち力を上げていきますよ。でもよかったよ、私だけでもメリアちゃんが見えて。多分、2年前にオーブを受け渡すとき、私の力が残ったんでしょうね。まだパトは見えてないのね。力の回路を解放したら見えますよ。でも私がやると時間がかかるから、ご主人自身でやってほしいですね。まあ、この2年はリハビリ期間だったわけですし、東屋さんがくれたこの子もいつかは発揮できるようにするわ。頑張ってね、メリアちゃん。本当にありがとうね。
あなたたちがいなかったら、私やご主人はこうして前に進めていなかった。そんなこと言わないの、私たち、家族でしょ。困った時はお互い様よ。本当、あなたたちに出会えてよかったわ。そろそろご主人も出発するみたいですね。行ってらっしゃい、メリアちゃん。行ってきます、レイカさん。パトとメリアちゃんに幸運を。お母さん、ちょっと話したいことがあるんだけど。はい、私はここにいるわよ。行くぞ、パト。うん、僕、頑張るよ。こうして、僕の幻想郷での物語が始まったんだ。それは世界最強とはほど遠い、ゼロからのスタートだった。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。